ぱ空いてない。どうしよう。これ入りづらいな。なんか変な感じで、トイレね、出してきていい？これトイレで出るかな。ちょっと怖いな。チンコ出されないから大丈夫。トイレ足りますまだ来てない方もいるんで、はい、ちょっと来てからですね。それで僕は動画撮っときます。皆さん、昨日はですね、小町とかの枠にも映り込んだんですけど、まあ、他のお客さんがいるってことで怒られちゃいました。なんで今回はね、貸し切りって形にしてもらってね、くるくるわんこさんの公式のツイッターの方を見てもらいましたら分かると思うんですけども、はい、なんか僕言ってないんですけどやってくれてました。多分 あまりにちょっと予約が多かったということでね、はい、特別にやってくれました。あとはですね、他にもね、くるちゃんとか呼んだんですけど、くるちゃんはね、なんかね、あの多分ゼロワン NG で、そう、元夫妻ということで、ちょっと時間をずらされました。くるちゃんはなんかふわっちで夜8時やるらしいんで、いやー、久しぶりに見たかったですね、くるちゃんのね。はい、まあ、僕はちょっと深夜チューブと SYCTV の方でこれ上げてるんで、よろしくお願いします。はい、まあ、今日はちょっと司会進行で特別にちょっと許可を得ていますので、皆さんぜひ新宿歌舞伎町の新スポットワンくるくるわんこさんね、来てください。めちゃくちゃいい人です。はい、お姉さんもいい人です。若い店員さんもですね、今日はお兄さんですけどね、はじめ社長みたいな人がやってますけどね。はい、しゃべんな、うん、多分ね、普段はねこんなしゃべって怒られます。はい、あ、ちょっとジャックしてやらせていただきました。意気込みどうですか、ゼロワンさん。意気込みどうですか。てか汗かきすぎじゃない？いや、これベッドベタやねんけど、汗トイレもいいです。汗かきすぎやろ。何をしたいんや。こうしてあげる。何あ、匿名やめたの。うん、なんで荒れる。かわいそうじゃん。あ、俺が俺は別にいいよ。めっちゃ俺叩かれる。そんな優しさあるんや。さっきまでなんかラップしながら大原誠二39歳とか、ね、俺の年齢 NG や、脱ぎやがって。なんで聞いてたの。いや、聞いとったわ。聞いてたの。当たり前やろが、今から向かってんのにな。じゃあラップで歌作りたい。ああ、ラップで、うん、そう、歌やりたいの、あなた。まずでもよ、ここに置いたらいいじゃん、うん、とりあえず。あ、まだちょっと席、すいません。あ、店員さん、席はこっちの中なのか、どこでやるかみたいな。ここに並ぶ感じですか。もうやっちゃえば。10席は、ね、10席、待っても多分ね、遅刻してる人はどうするんやろ、ね、ほっとけばいいじゃない。ほっとけばいいか。で、何人遅刻してるの。多分5人ぐらい。5人。ほんとね、配信者ってリューズだよね。5人も。5人ぐらい。これ知ってる人いるの。クルちゃん。これ違うと思う。クルちゃん呼びました。1枚出したね。クルちゃん、これやっちゃうじゃない、これ。どれ。あ、それ俺だよ、1個。俺の分も買ってって意味やってよ。3300円までか。買ってないじゃない。クルちゃん、なんかゼロワンがダメらしい。なんか知らんけど呼んだの。呼んだ。ダメだよ。え、なんで。 NG だよ。だってもともと愛し合った2人のに、なんでダメなの。そういうミステイミスブッキングダメだった。ブッキングダメだった。そうなんだ、俺知らんかったから。ああ、まあいいけど、ね、ごめんね。なんかくるちゃんは今日夜8時にふわっちでやるみたいなんで。あ、そうなんだ。僕ちょっとふわっち A 番なんでっていうのもあるんで。ああ、まあこういうバトルロワイヤルとか知らんかったみたいで、ついつい伝えるの忘れちゃいました。これは何、やっちょリレーで一番すごい人に何か商品かなんか。商品じゃあなんか出るんですか。僕のサインをサインしようと思います。サインくれるの。はい、絶対欲しくない。
はい、皆さんじゃあ罰ゲーム、あとバトン次の人決めてますちゃんと、ん食べ終わった後バトンしてくださいね、はい、そちらの電話つないでいくんで順番に、バトンを電話で、まあ、できたら明日がいいかな、明日の5時とかね、無理やったら違う日でもいいんですけど、まいちゃんでもいいですよ、今のね、くるちゃんでもいいよ、くるちゃんでもいい、ワンちゃん、皆さん買いましたか、あ、大丈夫、4名、あとの人はどうなってみるのね、5時に予約してるのに来ないという本当にルーザーな配信じゃん、この4人でやるしかないかな、誰のこれ誰のかな、誰だか、ゆりやちゃん、僕のチケットは、チケットさっき、これじゃないですか、あ、これやってくれた、僕の分買ってくれた、はい、これ俺のじゃない、どれじゃん、いや、店員さんが、あ、私なの、チケットがないわ、まあ、僕の分も買えてます、2人分買ったんですけど、はい、今5人分買えてますか、これ店員さん渡しちゃってもいい、はい、あ、番号の方だっけ、あ、僕普通で、ですか、はい、はい、買ってます、大盛りじゃないんでね、でもみんな普通の圧ですよ、あ、ここか、アングル悪いなこうしたらいいの、じゃあ俺座りたいな、あ、座ったら反則らしい、今休憩してる、今はいい、皆さん、あの食べてる途中にトイレ行ったりとか座ったら反則になります、その時点で40分間は立ちっぱでお願いします、立ちっぱなし、40分立ちっぱなし、いや、それはしないとダメだと、それが無理だね、みんなまとまってほしいな、これ届く、食わなきゃよかった、ほんだよ、300杯いかないとな、300杯、うん、さあ皆さん最低300杯、300杯食べれないとダメですよ、333杯です、300杯いったら叩かないでしょ、300杯すごい、みんなこっちに並んだらいいんだよ、ここスタッフ通るから、01も、あ、こっちさんだ、バラバラになっちゃう、僕どこで、あ、くっついた方がいい、じゃあそっち行くよ、向こう1名、そっちに、はい、まあ、ここの中のどこかで、あ、よろしいですか、皆さん実況しながらね、ちょっとこっち詰めてくれない、実況さんがどうでしょう、お、来た、押せよ、道に入っちゃった、歌舞伎町の前とかあるか、一番前は今日、いや、切れたナイフ、じゃあ何杯目標ですか、これぐらいにする、200、最低200、じゃあ200食べなかったら罰ゲーム、どう、罰ゲーム何しますか、ボクシングの時はあれだったんですか、アングル MC2 とかやったんですね、じゃあ200杯食べれなかったら罰ゲームします、中学260、僕は260、200、罰ゲーム決めてください、じゃあナイフ罰ゲーム、日本語が通じない、白壁でジャンピングどれだろう、 OK、 じゃあナイフジャンピング200でね、充電とかあるのかな、充電あるのか、なんか大丈夫、3300円のもんね、画質悪いな、白壁、おかしいな、皆さんそれでは配信やってくださいよ、学校画質になってるから、ここはどこでやってるんでしょうね、暑いですね、画質悪い、画質いいよね、画質が悪い、悪い、なんで、車載にするから、車載だと画質悪くなる、ゆりやちゃんどうですか、ワインライブは最近、ワインライブやから全然見てない、どうですか、他の客映すなって、みんなこれやっちょが呼んだやつだよ、バラエティさん、やっちょがないですよ、車載は画質悪い、ね、そうなの、そうなの、車載って、僕らも見てるの、なんとこの後来るかもしれない、来るかもしれない、関係あるのこれ、来てくれたらいいね、今、はい、画質の車体外したけど今大丈夫、ユリニア知ってる、ちょっと良くなった、ユリニアって言ってたら喜んでた、言われて君たち気になっちゃう、 YouTube もやりな、ユリアちゃんは80の時点で中途半端な感じですね、100ちゃうん、100ゲームあるんだけど、こういう感じで、ヤクルトマンね、なんで、自由にしてください、
はい、5分だけ来たことあるんです。え、何？ 5 分だけ来たことある。ここに？嘘。え、カニパンと仲直りしてるの？離婚できたっけ？離婚してない。してないんか。お金もらえるから。じゃあ罰ゲームはじゃあ告白してください。ケガもし食べれなかったら。レモンさんはどうですか？早く行かないといけない。なんでやねん。いや、言ってたのよ。さあ、63日の勝負行かないといけない。お金払ってんじゃん。払ってるから今払ってるでしょ。スタートで。ぼやけて。まあ、それで、ね、もちろん行かないよ。まだ行かない。何の予定があるの？横にするからかな。そうなの。なんでじゃあ今日引き受けたの？いや、別に時間があったからさ。そしたら、それ確定は6時半にしようぼやけてる。いや、違う、してんだ。本当に5時スタート。